するしない。なおやドッポの至極の一曲。ちょっとさ、早かったよね。え、早かったの。なおやから言ってさ、なんかなおやドッポのっていう感じじゃん、普通は。なんかドッポのみたいな、すごい食い気味だったから、もうちょっとイラッときちゃった今ね。え、イラッときたの？イラッときた。え、好きでしょ。好きということで、仲良しの2人がね、はいはい、今回も始まりましたね。そうですね。ここまで続いてくれたのもありがたいことですよね。いや、本当にね、ようやく慣れてきた。確かに。うん、あのつなぎに。ぜひ、それはもう慣れてみて、もっと早く。まだ慣れないじゃん。いや、もうむしろもうこれ初段着だもんだから、こっちは。あ、もうこれで対局とか行けちゃう。行けちゃう、なるほど。スーツじゃなくていいよって言われたら、もうつなぎに。つなぎ、もう全部つなぎ。なるほどね。さあ、ということで、今回もね、うん、はい、この至極の一曲、探してきましたよ。探しちゃいましたか。探しました。はい、ただ、今回のは、うん、なんと、今回初めてじゃないですか、はい、僕たちのうちのどっちかが出てると。どっちだ、どっちかが出てる、どっちかって言いながらね、もうあの目の前に出てますから、出てる、ね、でもみんなね、やっぱり、うん、そりゃ直哉でしょってなってるでしょ。プロ歴が違うもん、ね、出てる放送歴が違うもん。ただ、僕じゃございません、残念ながら。じゃあ、なんせ、僕いいとこないです、それで。さあ、ということでね、真面目に投げさぶそうになっちゃった。いいとこないとかないよ。いいとこないんだな。さあ、ということで早速始めていきましょう、うん、はい、今回のテーマはこちらです。はい、麻雀の鉄人、回ってきた運命の一枚。イエーイ、久々に聞いたわ、そのいい声ね。久々に出しました、この声。さあ、ということで今回は麻雀の鉄人、回ってきた運命の一枚というテーマでやらせていただくんですが、今回はね、あの戦術的なことっていうよりも、あの僕多分前どっかの動画でも言ったんですけど、麻雀ってどこが面白いのって言われた時に2つあると思ってて、うん、あの、まあ、よく言うフレーズが、理と感情が生み出すドラマが一番面白いところだよっていう話をよくするんですけど、まあ、今回の一曲は、まあ、僕打ちながらもうわーこれ本当面白いなって思った一曲なんですよ、うんうんうん、そうなんで、そんな人々の選択がもたらすそのドラマをちょっと見ても欲しいなと、うん、実際ね、これ、はい、今からお見せするのが、はい、まさにオーラス優勝を決める戦いの一枚なんで、今回はご本人のドッポさんに出演ということで、はい、ドッポさんの解説を聞きながら僕も、はい、なんか聞き手というか、うん、いう感じでやらせていただきたいと思ってるんで、はい、早速いってみますか、はい、じゃあでは早速見ていきたいと思います。始まりました。ドッポさんなんか痩せてません、はい、これ。いや、僕はいつもデブですよ。そうか、はい、なんかフォローしづらいかなと思ったけど、はい、なんかいい感じで帰ってきたからよかったわ、まあ、いい顔してるんですね、まあ、さあ、ということでね、今回はね、ドッポさんが出てるということなんで、はい、僕は聞き手としても一緒にやっていこうと思うので、まず、うん、この対局はいつのなんですか、はい、これです、2014年ですね。今2019年だから、はい、僕当時まだ33。いや、まだの意味があんまりよく分かんないけど、今のあの直江さんぐらいの、うん、そんな前じゃねえけど結構前だよ、5年は。まあでも5年前よね。で、これ放送対局、2回目に出た放送対局ですね。ああ、プロじゃないですかね、そもそも。なんか、スゲアロチャンネルさんが、うん、あの天候移動士の対局を企画してくださって、あったね、うん、そう、東海列伝、うん、天候移祭りっていうのがあったんですけど、そこで、今最高戦のね、さくらさんと、天命のすずめさん、うん、石川遼さんですね、うん、それ と、市原さんっていう3番の天候の4人で対局をして、見てました、見てました。勝った人が、出れますよっていう、この前の鉄人に勝った人がいけるってこと、はい、あ、いや、あの、天候祭りで勝った人がこの鉄人と対局ができますよ、ここのステージに行けるってことですね、はい、そういうことですね。で、ちょっと待って、それが1回目の、うん、そう、それが初めてなんです。ああ、そうなんだ。そう、で、これが2回目。この頃はまだカメラで緊張してましたね、ちょっと。今緊張してないの？全く緊張しなくなっちゃいました、ね、悩ましい限りだよ。まあまあ、それはいいとしても、うん、で、かってここで、そう、この麻雀の鉄人のルールも改めてじゃあお願いしてもいいですか？は、おかなしの、あ、違う、おかわりの、うん、順位馬が55。55。はい。まあ、正直このスコアだと、順位馬あんま関係ないですけど。超ロースコアだよね。そう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 。
で、ハンチャン4回で4回目終わった時に一番ポイントを持ってた人が優勝ですっていうルールですね。うんうん、なるほどなるほど。で、これ今オーラスなんですけど、僕と村上さんと、小林剛さんはもう着勝負です。あ、要は今ポイントちょっと出てるんですけど、うん、始まる前ってことですね。そうそうそう、始まる前、4回戦始まる前には今一番上がトータルポイントなんで、うん、3人のうちの一番上にいた人が優勝するよということですね。で、まあそういう着勝負の時なのにもかかわらず僕は今ラスです。今オーラスですね。オーラスでラス。で今回ね、このオーラスをちょっと見ていきたいと思うんですが、うん、一応オーラスの条件確認だけさせてください。まずドッポさん。はい、僕はですね、小林さんからの3倍マンの直撃か3倍マンの相撲じゃなきゃトップにならないです。そうですね、倍マン直足りないんです ね、これは村上さんは負けないですもんね。で、これ小林さんは、まあ、上がり連チャンなので、天敗、上がり目がないルールなんで、上がり続けるか、どっかで流局、うんうん、なるほど。そう、まあ、1人乗っても OK なんで流局しても優勝です。小林さんは伏せれば OK ってことですね。そうですね。村上さんの条件がこれ6000点ちょうど差なんで、64で上がりが1326ですね、の相撲上がりですね、っていう条件でオーラスになってると。そうで、今回は至極の一曲、うん、今までいろんなね、うん、取り上げてきましたけど、うんうん、今回のに至っては、うん、本当に素晴らしいドラマ。いや、本当いいんですよ。ということで、ね、もうね現状いいシャンテンなんですよね、これ今70名ですけど、実際は今回これね、ドッポさんのちょっと心情を聞きながらやっていこうかなと。で、これがですね、僕単品リャンペイコのリャンシャンテン、今3色ですよね。で、3色とリャンペイコと両方見えるんですけど、うん、単品が3倍マンってめっちゃむずいじゃないですか。ていうかもうリャンペイコでも無理だよね。そう、リーチ一発のタイヤをリャンペイコ、うん、っていうドラドラ、ドラドラ裏みたいな、だから間半には無理なんですよね。確かに。そう、だからね、誰か早く勘しろやって思いながら手を進めるんですけど、ね、まあ、3枚も作んなきゃいけないもんね。ただね、僕1個だけちょっと望みがあるポイントがあって、でも小林さん と、24,400点差なんですよ、うん、で、最終的に、村上さんと小林さん2人をまくんなきゃいけないんですけど、リーチ棒が誰かから出ると倍マン相撲で足りるんですよ。ああ、本当だ。村上さんとは 18,400 点差だもんね。そう、倍率も OK なんですよね。倍率も OK だ。うん、で、なおかつ村上さんは絶対まくりに来るはずなんで、まあまあリーボーが出るんじゃないかと思うんですよね。出る確率が高いよね、そうそう、この状況は。ああ、確かにね。って考えると、まあ、3倍マン相撲3倍マン直の条件ではあるんですけど、まあ、実質倍率もを目指していこうかなっていうのがベースの。ああ、じゃあとりあえずは倍マンの手作りをしてるかな、うん、そう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 、こういう状況だからこそ3倍マンよりもっていうことなんですね、うん、なるほどなるほど。なので僕逆を言えば、先にテンパってリーチしたくないんですよ。リーチも出てないから その前に積もれないから倍マンを。ああ、なるほどね。だから、まあ、ちょうどいい頃合いでちょうどいい倍マンを転配してくれないと優勝できないよっていう条件なのね。で、これドラがウーマンなんですけど、現状は、これ今ナロカさんって入ってるんですけど、現状はですね、僕今ドラがないです。ドラがない単品の形ってさ、うん、もう無理やん。そう、3倍マンもね、とりあえず。リャンペイコ、面単品一発もリャンペイコ。5男のロマンが作ったら、そう、男のロマンだけで6文字だから。じゃあ3倍マンですね。3倍マンだね、うん。7文字か。ちょっと何言ってるんだけど。結構いけるんだけど。そう、だからもう、まあ、積もリーチして一発で積もるから裏ドラ倍満になるためにもね、そうっていう条件だなと。ただこれパスを握りなんですよね。うわ、きちいぜ。そう、だから結構これ倍積もむずいぞとは思ってたんですけど、で今これチーム1引っ張ってるんですね。パーマン切ってチーム1引っ張ってるんですけど、これは3色変化を見てます。あー、ローマン引き戻したり、あるいはドラの、そう、ドラのローマン引いた時に今度はゴロチの3色、そう、の3色に振り替えができるっていうのが一つ魅力的なんで。あ、ゴーさん完全にやめだよ。そう、ということでこの1曲しかやっぱないからね。そうなんですよ。で、まあまあもう13巡目ですよ。リーボーも出ないわけですよ。なんならこれ村上さんの手足見てると、え、まだテンパらないの、え、早く来てくれよって、早く早く早くと思って、
結構つままないもんね、これ。そうなんですよね。で、これでローマ引き戻します。引き戻してこれすっごい迷ってるんですよ、うん、で、パーマ振り手なんですよね、これ。トッポさんがこの当時に、うんうん、ちょっとでも昇降するのって珍しいよね。そうですね。そう、基本はね、1秒以内で敗してたんですね。打敗してたっていうのがトッポさんの特徴でもあったみたいな感じだったから、うん、当初は。あ、で、今村上さんもそう、リャンメンリャンメンの一社ってね。で、まあ、手番も少ないんで、まあ、一発か裏かどっちかですね。お、テンパイしたよ。そう、これで、一応単品のテンパイです。うん、わかる。高めにペー、わかる。ピフわかる。ピフわかる、ギリね。うん、全然足りないね。全然足りないですね。で、残り手番が僕あと2回です。ちょっと止めんね、うん、もう、うん、これを見てくれてる方々は、うん、この大会をもしかしたら見てくれてるかもしれないけど、うん、見てくれてる方々も、ね、現状多分ね、何が面白いのか分かんないよね、まあ、全然今面白いところあんまないじゃないですか。この今8枚のこの8枚から皆さんドラマが生まれる。これは本当にここでなんかつまんねえなと思って消さないでほしい。この8枚だけでとんでもないドラマが起きるから、うん、16、10まで何にもないような一曲なのね。そうから見ていきましょう。で、ここで僕は6チッパの3色になるわけです。これファーストツモ倍もんじゃない？連単品ツモ3色イペコ。いや、これ、そう高め即ツモ条件なんですね、現状だと。そうね、うん、でも高め即ツモで、ファーストを握れなんですよ。それか、即ツモ裏1、どっちでも即ツモ裏1か。なるほど、うん、倍満にするためだよね。そう、ただこれリーボー出てないんですよ、まだ。3倍満にするためにはどうやっても足りてないよね。どうやっても足りないで、ここでですね、来た。まず村上さんにテンパイが入るわけです。残りつも村上さん1回。そうで、この今 Q1 宣言杯のリーチですよね。 Q1 宣言杯で、これ村上さんは一発か裏ドラっていうどっちかの偶然役が必要。そうね、一発、あるいは郷さんから一発出上がりも OK。 郷さんからの直撃は26は足りないですけど、52は OK ですね。そうだよね、うん、で、一発郷さんから一発裏か、うんうん、自身がツモ裏条件だね。そうですね。 で残りツモ1回か。そうで、Q1 を切ってリーチするんですけど、ここでですね、もう一個見どころがあって、この Q1 を今小林さん考えてます。あー、これは、うん、当然の一発消しかな。そう、これは満たされる偶然薬のうち一発を消しておくってことですね。メルピン一発も嫌だもんね。そう、ただこれでちょっと見てほしいんですけど、ツモ番が変わってるんですよ。お、ほんとだ。で、僕が手番がなかった、うん、残り手番がもう次のツモしかなかったんですけど、残り手番が1回が2回になったんですよね。要はリーチと、うん、リーチ棒が出てようやくリーチ打ちたい、うん、そうってなってるのに、リーチ打ったとしてもツモ条件だもんね。 そうそのツモ条件がなかったのが、一応ツモ番ないリーチは打てるんですけど、ツモ番がなかったんでそれの条件は絶対満たせないっていう状況だったのが、リーボーが出る、ツモ番が増える、リーチが打てる、奇跡が起きたね。で、なおかつ一発と背底が両方つくんですよ。なんで無条件ツモ倍満になる。そう、面単品一発ツモ背底3色か、イーペコがつくかつかないか、最高じゃない。そう、全ての条件がこの一瞬で整ったんですよね。いや、これはまず一個のね、ドラマよね。村上さんは今のこと一発がなくなったから、ツモ裏条件だろ。ツモ裏条件ですね。で、ここで僕はツモ切りリーチです。ちょっと待って、見てなかったんじゃない。見てないですね。なぜなら、ツモ早う、積もっても上がれないからです。今この瞬間に積もったとしても、今この瞬間積もると運送だと2世4世しかないですよ。こんなものは見なくても見てなくてもこのリーチを打つんだと。そう、いや、まあ実際はちょっとオーバーしてるの分かってるんですけど全然見てない感じだったよね。そうでも一緒なんでしょ、見てたとしても、まあ、そのまま切る。そうあんま珍しい形だけどね。これね、まあ、僕は手番ができました。で、倍積も条件、倍積も OK になりました。リーボーが出て、で、僕がリーチをするんですけど、ここで。で、ここでもう一個面白いことがあって、うん、僕がリーチ棒を出すことによって、今度は村上さんの条件が変わるんですよ。6-4で上がり、まあ6戦線下がったのが、リーブが1本出ると。と、5-2で上がりで OK になるんです。
5人で上がりは1000点も増えるんで6人になるから200点変わってね、うん、そうで、村上さん今のところはリーチとライチで、うん、一発か裏ドラの偶然が必要だったのが、まあ、出上がりの場合は、僕から、出上がった場合は、まあ、リーチ棒出たとそうか僕は配定なんで僕から出ると無条件無条件だ、ね、そうで脇から出た場合は小林さんからだと直撃 OK 奈良岡さんから万が一出た場合は裏位置条件つま上がりは無条件っていう風に条件ガラッと変わるんですよ。村上さんにとってめちゃくちゃいい、そうめちゃくちゃいいリボーですこれ。2人にとっていい状況が揃った、そうこの一巡の間に。でも小林剛さんも必然的だもんね、これは偶然やってさなきゃいけないから必然の泣きをして、で僕がリーチしました。これちなみにですね、ちょっと止めますね。これ対面の奈良岡さんがウーソー1枚とパーソー2枚切ってるんですよね、うん、で村上さんウーソー1枚使ってるんですよ。でちなみに僕のウッパソーこの時点でまだ山に4枚ぐらいいるんですよ。3枚だね、3枚か3枚だね。でも18分の3あるねはウッパソーなんですよ。あるね。しかも入ってそう、ただまあ1回だけだもんね。そうワンチャンスなんです。あ、これそうか。でもドッポさんは村上さんから上がれないもんね。そう、出上がれない。でも村上さんはドッポさんから上がれない。上がれる、そう。なんならツモより確実なんだもんね。そう。あ、ツモも OK なんだ。もうツモ、現状ツモ。そうか。今度千二千ツモも OK なんだ、そうこれで。うわぁ、すごいね、これ。そりゃ気合入るわ。うわ、ツモレジ。だけど、ツモれなかったけど、まだ最後にチャンスが。これほら、パスといるんですよ、これ。ずれてるよ。でもずれてたらさ、背景がつかないからね。いや、でもこれこのパスが背景にくればいいだし。確かに、そっちのずれね。で、もう一個面白いのが次ね。これでもいいのか。そう。そう、これ奈良岡さんのツモウソなんですけど、これでもいいんですよ。ウソツモでも。そう。残りツモ牌4枚で、そのうち2枚続けてパーソウソと並んでるんですよ。でもあるんじゃない？これもまだ1枚残ってるもんね。実質僕の流れでよくないですか？もう2枚こんなにいたら、ね、そう、こんなにいたら確かに。で、これ最後、最後ね見せないよ、まだこの1枚がウッパーソーだったら僕優勝です、うん、で、イースーソーだったら村上さん優勝です。それ以外はそれ以外はゴーさんの優勝。大体ゴーさんの優勝になりそうなんで、確率的にはね。そういいですか？やっちゃってやっちゃってはい、スーソースーソー、はい、村上さん優勝でしたっていうね。これでもすごいよね。いや見てこのノッポさん、いい顔してる、すがすがしい顔してるよ。いやでもね、この一曲はね、いい一曲だった、俺にとっても、うん、そう、実は今回この取り上げるってなった時に、うん、本当にその何がすごいとか言うじゃなくてね、うん、この一曲が本当に作品一個の作品としてすごい一曲だったなと、いろんな目まぐるしく、しかも終盤の残り8枚ぐらいでの出来事が本当にすごすぎて、これはしかものんぽさんが実際やってた話だから取り上げようってなったんで見たけど、改めて見ても面白いですね。面白い曲だよね。いやーねー、でもまあ字が時間ちょっとするんであれば、まあリーボー出てバイツモっていう普通に考えたらあんまり可能性がこう薄いようなものを、うんうんね、まあ諦めずに追っかけたからこそ、そう、そこまでちゃんと計算できてるっていうのはね、うん、村上さんがリーチ打つっていうのはやっぱり根本にあるわけだから、ね、うん、相手の条件もしっかり分かって、まあ、プロとしてはねやっぱりそういう条件もやっていかなきゃいけないけど、うん、全然プロじゃなかったし、まだそれでもやっぱジャンル力の高さがね、ドックさんの方が身に染みたというか、この一曲で。いやでもね、本当ね、この背景の一枚をめくるときに、俺人生でこんなにドキドキする瞬間あんのかな、ね、ドキドキするよね。なんかごめん、ドキドキするよねって僕はあんま分かんないけど、この一枚で優勝かどうか決まるんですよ。しかもメンツすごかったもんね。しかも超すがすがしい顔してるぜ。いやでもやりきったなと思って。やりきってるよ ね。いや僕も元々ポンチにするジャンプじゃないですか。うん、確かに。で、一半ちゃん目からちゃんとポンチして、トップ取って、うん、ポンチして、出すって、ポンチして、2着取って、あと自分の麻雀はちゃんとできてるなと。まあ、精度はまだね、多分この時よりも今の方が多分まだ上がってると思うんですけど。うん、そう。でも、
この日の自分なりのいい麻雀は打てたなっていうふうにはちょっと思ってて、で最後の1枚ね、これはね、でも悔しい、悔しいけどなんか終わった時は、うん、なんかいい気持ちになるよね、うん、そう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 、なんかそういう戦いってやっぱ麻雀のいいところなんじゃないかな、でもなんかね、最後俺が掴んだ牌で村上さんのリーチ棒で条件かかって村上さんが優勝したのを見て、なんかこうやって人の選択がこう生み出すこのドラマチックなものっていうのが本当に麻雀の面白さだよなって思ったのがきっかけで、麻雀の面白いところって何ですかって聞かれた時に、やっぱりその理で選んだものと それぞれの人の、まあ、理を感情で理で感情を抑え込みながらこう冷静に打敗をしつつ、なおかつそういったものの中で正しい選択をし続けたものが噛み合わさって面白いドラマが生まれる、うん、っていうのがやっぱり麻雀の醍醐味だよなと思うようになったのがこの一曲きっかけなの。すごい、もう、ま、どこさんの麻雀人生を変えた一曲みたいなもんだね、うん、そうですね、ある意味、いやこれはすごかったよね、うん、さあというわけで、はい、今回はねまたちょっと違ったテイスト、はい、で、この至極の一曲をお届けしたんですけども、皆様いかがだったでしょうか。なんかね、やっぱり麻雀ってその人の思考だったりっていうのを拾っていけたらいいなと思ってるんですけど、全員で生み出す作品っていう一曲もすごい素晴らしい曲あるなと思って、うん、特に今回はね、一緒にお話しさせていただいてるドッポさんの対局だったんで、まあね、見応えのある一曲だったんじゃないかなと思いましたね。でも悲しいかな、負けた対局ですからね。まあそうね、そうだから、まあ、僕の対局にしろ、ナオ君の対局にしろ、うん、あの勝ったのをこれすごくねってやりたいですね。やりたいよね、やりたい、これこうだったんだよねっていうのも、この至極の一曲が続いていく限り ね僕たちだって勝つ時あるもんね。なんなら最高位決定戦で僕とナオ君同卓して、この一曲良かったよねみたいな話がしたい、したいよね。なんならもう、日向、中里、そう、山田、河野に行ける可能性もあるもんね。決定戦、決定戦、うん、全然可能性あるからね。でその前の年誰が取ってるのかが大問題だけど、そう、大問題。むしろそっから取り上げてる可能性あるもんね。そうそうそう、ということで、なんでね、そんな、うん、するしない決定戦みたいなのもね、将来的には期待していただきつつ、ね、うん、この至極の野球がずっと続けていけるようにね、はい、今後もいろんな作品やっていきたいと思いますので、はい、継続するかどうかは皆さんの高評価にかかってますね。かかってます。そしてコメントも全部見てますので、はい、ぜひぜひお願いします、はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします、それではさようなら。